初代ヘイスティングス男爵、ウィリアム・ヘイスティングスは、バラ戦争期のイングランドの貴族、政治家。ヨーク朝のイングランド王エドワード4世に取り立てられ、対等、エドワード5世即位前後の派閥構想では、おじのグロスター公、リチャードの力を借りて、外籍のウッドビル家を排除したが、直後に、自分もグロスター公に見限られ処刑された。ヨークシャー出身のジェントリで、低い出ながら、 ウォリック・シャーレスター社州長官を務め、ヨーク派に仕えランカスター朝と戦い、エドワード4世から中勤を認められ1461年に、区内長官と男爵位を授与された。エドワード4世の妹マーガレット・オブ・ヨークと、ブルゴーニュ・コー、シャルルの演談を進める役目も任され、次第にエドワード4世に徴用されていった。1470年に、ウォリック博、 リチャード・ネビルがランカスター派に寝返って反乱を起こし、エドワード4世が窮地に立たされた時も彼を見捨てず、エドワード4世の弟グロスター校、規定のリバーツ博アンソニー・ウッド・ビルらと一緒にブルゴーニュへ亡命。翌1471年のエドワード4世のイングランド上陸にも同行し、バーネットの戦いとデュークスベリーの戦いで、グロスター校と共に舞台式を任され奮戦した。 戦後は、グロスター公式化の軍に加わり、ケントで残敵総統、ハワード男爵ジョン・ハワードと共に、カレーチ部に勤め、ケントのランカスター派は降伏し、カレーをヨークハシジに変えることに成功、外赤ウッドビルケと並ぶ側近にのし上がっていった。だが、ヘースティングス男爵は、有能な行政手腕を買われたが、エドワード4世の宝刀仲間でもあったため、身持ちが悪く、 王が下げ渡した女をめぐりリバーズ博の弟、エドワードと甥いの同セット公、トマス・グレート対立、互いに相手を中傷し合った。リバーズ博も希望したカレー副総督をに4 7 1年に、ヘースティングス男爵が任命されたことを恨み、ヘースティングス男爵は、バッキンガム公ヘンリー・スタッフォード、スタンリー・男爵トマス・スタンリーなど、旧来の貴族を味方につけて、 ウッドビル家を敵に回し、両者の派閥抗争は将来に暗雲をもたらした。1483年4月9日にエドワード4世が亡くなると、ヘースティングス男爵とウッドビル家の権力闘争が始まり、先手を打ったウッドビル家は国庫と海軍を抑え諮問会議の主導権も握った。対するヘースティングス男爵は華麗に引き上げると言い出し、ウッドビル家に抵抗。 グロスター校とバッキンガム校に助けを求め巻き返しを図った。この作戦は成功しドロー城からロンドンへ、エドワード5世を連れて行軍していたリバー・アッツ・ハクト・ドーセット公の弟、リチャード・グレイは30日にグロスター校の手勢に拘束、ロンドンでエリザベス・ドーセット公らの抵抗はあったものの、すぐに沈静化、恩賞として、グロスター校から5月20日に造兵局長官を、 追加された。しかし、グロスター校が、バッキンガム公ハワード男爵など、自分の支持者を厚遇する一方で、ヘースティングス男爵らエドワード4世の求心に、さほど恩賞を与えなかったことは政権を分裂させる、ことになり、ヘースティングス男爵は、スタンリー男爵役らとハン・グロスター派に属し集会を、重ねた。バッキンガム公ハワード男爵らを親グロスター派も結集し不穏な、 情勢の中、6月13日に、ロンドン党の諮問会議に出席した、ヘースティングス男爵は会議の最中、唐突に、グロスター校から反逆者だと非難され、スタンリー男爵ともども、バッキンガム校の手勢に捕らえられ、裁判も、自己弁護も許されないままたちに処刑された。25日に、リバーズ博も処刑、エドワード5世も敗位され、 ウッドビルケとエドワード4世求心グループの両方を排除したグロスター校はリチャード3世に即位した。ヘースティングス男爵の逮捕と死の状況及びグロスター校が逮捕に踏み切った理由について資料によってバラバラで詳しい内容は現在もわかっていない。会議の最中にグロスター校の合図で乱入した兵隊に逮捕された、または奥の部屋に通され、 そこで暗殺されたなど、様々に伝えられている。逮捕の理由についても憶測が飛びい一致せず、ヘースティングス男爵が王妃及びエドワード4世の愛人ジェーン・ショアと組んで、グロスター校を魔法で呪った、彼の王位三奪に反対したなど推測されているが、いずれも決め手にかけ証拠もないため不明である。バイ・クレメンツ・アール・マーカム、リチャード3 P214-216ABCD 森 P346AB ロイル P414 石原 P180 ロイル P301 小野 P155P157P159P161P163 ロイル P313P314P317P324 p352、石原、p180p187、ロイル、p352p353、小野、p181p183、石原、p191p200、p209p212、p214p215、p221、ロイル、p357p361、小野、p184、石原、 P223P230 ロイル P361P367 石原 P231P249 ロイル P363P3641462 年以前にソールズベリー博リチャードネビルの娘でウォリック博の妹キャサリンと結婚4男2上を設けたありがとうございます